サボヤ・ジェノバ家の紋章サボヤ・ジェノバ家は1831年にピエモンテサルデーニャ王家であるサボヤ家から出た分子。本家が1861年から1946年までイタリア王国の王家の地位にあったためイタリア王室の一角を成したが1996年に絶景した。当主はジェノバ皇の儀礼称号で呼ばれた。 サボヤ・ジェノバ家の初代当主であるフェルディナンドは、サルデーニャ王、カルロ・アルベルトとその日のオーストリア・トスカーナ大公女、マリーア・テレーザの間の次男であり、1831年に、ジェノバ公爵に助せられた。フェルディナンドは1848年に、ピエモンテ・サルデーニャが主導した第一次イタリア独立。戦争の際、両シチリア王国からの分離独立を目指すシチリア。 独立革命政権からシチリア王位を提供された。しかしサルデーニャが敗北するとシチリア王となる望みはついえた。フェルディナンドは兄王ビットオリオエマヌエーレ2世によるイタリア王国建国を見ることなく創生した。フェルディナンドの長女マルゲリータがいとこであるイタリア王ウメルト1世と結婚しビットオリオエマヌエーレ3世の母親となったことでサボイア本家とジェノバ公爵家は 血縁的なつながりを保った。しかし、マルゲリータ王妃の弟で、第二代公爵のトンマーゾの四人の息子たちはいずれも男子を設けることはできなかった。1946年の国民投票によって、イタリアの王政が廃止されると、ジェノバ公爵家の人々は王族の身分を失った。1996年にトンマーゾの末息子で、 第五大投手のエウジェーニオが死ぬと同時に、サボイアジェノバケの断経は絶えた。ありがとうございます。